今年のベストアニメは呪術廻戦。理由ありますか？Hi, it's Alfred. I will ask Japanese people what they think is the anime of the year. At the end of the video, I will share my pick for the anime of the year. Let's go! 今年のベストアニメは ?One Piece です。水星の魔女です。進撃の巨人です。正解です。One Piece です。理由ありますか？今、一番熱いアニメだからです。ガンダム作品って古臭いイメージがあると思うんですけど、水星の魔女はとても新しくて素晴らしく面白いです。はい。進撃の巨人はやっぱりストーリーがいい、キャラクターの人間性がよく出ててすごくいいアニメです。どの辺も完璧でめっちゃ感動するからです。今年のベストアニメは無色転生です。早々のフリーレン、主人公のキャラもすごい面白いですし、ちゃんとキャラデザインとかもみんななんかもうドタイプなキャラでいっぱいで、すごいめっちゃ面白いです。まず世界観がすごい綺麗で、でキャラクターたちの細かな感情の表現とかが、そそのフリーレンの中で一番好きなキャラは？やっぱりフリーレンです。無色転生の中で一番可愛いキャラは？エリスです。わかる、それね。エリスです。いやロクシーじゃないですか？ロクシーも好きです。今年のベストアニメは？五等分の花嫁好きです。あの作品もとってもほんわかして。こう和むっていう感じが好きです。推しの子流行ったもんね、アイドル撮ったしね、曲も。五等分の花嫁と他のアニメに比べたら何が違いますか？ああもう声優陣が豪華だし、絵も原作忠実ですごく綺麗なので、いやいい作品になったと思います。うんうん、推しの子は何が違いますか、他のアニメに比べたら。やっぱ主題歌、まあ、耳に残る主題歌がすごく多い。うん、作画もすごい綺麗だったかな。五等分の花嫁と推しの子の中で一番可愛いキャラは？ああ、ニノですね。ニノを一押しです、私は。私は有馬かなです。今年のベストアニメは？地獄楽。ご存知ですか？もちろん、もちろん、先生。面白かったです。おすすめしてもらって。ワンピースって言わなきゃいけないんだっけ？いや、地獄楽はとっても面白いですよ。うん、なんで地獄楽今年のベストアニメだと思いますか？内容も、あと色合いも、あと歌ってるアーティストさん、オープニングの曲のがすごい良かったです。見てて、次また見たい。次のストーリーをまた見たいっていう、こうワクワクするのがありました。地獄楽の中で一番好きなキャラは？ちょっと太った、メガネかけた、選択。今年のベストアニメはドクターストーンですね。続きが、はい、出てるんで、それが好きです。世界です。ドクターストーンは最高ですね。なぜドクターストーンですか？いや、めちゃめちゃ熱いからです。科学アニメって言うんですけど、もう本当に勉強にもなるし、もうとにかく主人公もかっこよければ敵もかっこいいし、もう全てが最高です。見てください。今年のベストアニメは呪術廻戦。どん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 話が今この積み上がってる中で、だいぶ今面白い部分に差し掛かってると思うので、はい、他のアニメに比べたら呪術廻戦は何が特別ですか？作品としてその作画が綺麗ですし、そのお話も何ですかね、読めないと言いますか、何ですかね、絶対に平和に行く作品ではないので、ちょっと展開が読めないところが好きです。今年のベストアニメは無色転生です。無色転生です。無色転生です。主人公が、まあ、挫折を味わいながら成長していく物語がすごい面白くて好きです。キャラクターの背景がしっかりしてて、なんか成長する物語なのがすごいいいと思います。確かにもう幼少期から大人まで描かれてるのがすごい心が入りやすいというか、いいと思います。最高の異世界アニメは、うわ、どっちでしょう、待って、どっちでもいいやで、無色転生で。私も無色転生です。無色転生です。リセロか無色転生。無色転生です。無色転生です。無色転生です。今年のベストアニメはヒプノシスマイクです。早々のフリーレン、早いね。じゃあ私サンフロで。もう世界観とか BGM の使い方が秀逸です。そう、設定がめっちゃ好きです。あとはもう主人公の声がめっちゃ好きです。今年のベストアニメは推しの子ですかね。めっちゃよくて、愛の
ストーリーってわけじゃなくて子供の物語だったんですけども、それがもうちょっと大好きすぎてちょっとやっぱりちょっと作画も綺麗だし。今年のベストアニメは天才王女と天才霊嬢の魔法革命。なぜですか？その天才もの作品が全然その天才の過去の、その天才前のそのストーリーが描かれてなかったり、他の転生もののと結構違ってて、リコリスリコイルと結構内容は似てるところはあるんですけど、ユリの作品になってて魔法が使えないんですよ、主人公のアリスピアが。その魔法が使えなくて、それで魔法が使えないからそのでどんどんなんか革命を起こしていくっていう作品です。今年のベストアニメは呪術廻戦が好きですね。作画がすごいもうこだわってて、その一つ一つの動きとかその音とか、やっぱそのオープニングとかエンディングも全部あれその物語に合わせた曲を作って、やっぱその曲を聴くだけで物語が想像できるようなとかあって、すごい好きで素敵だなと思いました。今年のベストアニメは推しの子かなと思ってます。まだ途中なんですけど、めちゃくちゃ続きが見たいすぎて漫画を読むのを我慢してますAnd the best anime of the year is no other than the best anime of all time, 進撃の巨人。 The ending was magnificent. I'm so sorry for those who didn't like the ending. They probably didn't understand it. And tell me in the comments what do you think is the best anime of the year.